始まりました。卒業式みたいですけど、まあね、今壇上に上がるのは今回のツアーのメンバーです。で、今回のツアーはメンバーを一般公募したんですよ。で、こうやって、まあね、今まではお客さんとしてライブに来てくれていた彼ら彼女らが、今回はメンバーとしてステージに上がると、そういうことでございますね。で、今歩いていってる白いセーターの彼はベースとファゴットを演奏する原本由紀子で、今歩いていった彼女は、チェリストですね、成沢美春さんで、座っている髪の長い彼はギタリスト田代優也ですね。みんな若いのです、みんな20代。そして、一番最初に出ていった彼女がドラマーの水口春樹さん、ピアノも弾きます。そして私を含む5人が今回のこのバイエルのメンバードレスコーズでございます。